再開発が進む梅北二木地区の地下にできた新たなホーム、特急はるかが乗り入れることから関西空港と大阪駅が直接つながり、アクセスの向上が期待されます。駅には世界初フルスクリーンのホームドアや AI による案内ロボットなど最先端の設備がたくさん。この普通の改札の横にあるのがこちらの近未来なデザインの改札です。ここを通るのに必要なのは顔です。この顔認証の改札では事前に定期券の情報と顔の画像を紐付けて登録すると IC カードや切符がなくても通れます。癒しの空間も備わったホームは今月18日開業です。ご視聴ありがとうございましたケロ。